まあ、気候地もね非常にいいですし、まあ、やはり世界を代表するラルフ・ローレンさんがラグビーのブランドを新たに立ち上げてくれるということが本当に嬉しいですね。はい、野崎さんいかがですか。本当になんかラグビーファンとしては本当にたまらないコレクションだなと思っていて、なんかさりげないところにちょっとラグビーのリスペクトを感じるので、すごく着ていて着心地がいいです。まあ、調子はかなりいいと思います。本当にいい方向に向かってますし、まあいい時というのはどうしてもチームというのはうまくいきますけども、何か悪いことが起きると一気に崩れてしまうというのもまたチームとしてあるので、まあ、そういうリスクマネジメントというのを、ね、しっかりリーダー陣がやっていけば素晴らしい大会になるんじゃないかなというふうに思います。成績的にはどこを目指してほしい。優勝でしょう。いや笑い事じゃなくて本当本気ですよ。本気。いやなんか日に日にこうそわそわしちゃうというか、多分試合を見てても選手たちはすごく、まあ、落ち着いていらっしゃるなというか、もうなんか心構えができてるなっていうのをこう見てる側として感じるんですけど、私の方がこうどうしようどうしようって焦っちゃって、でもこのあともう1ヶ月くらいなので、まあ、できることというかこう私が PR でできることをこう精一杯頑張ってやっていって、こう選手たちのサポートができたらいいなとは思います。